どう？テロリストの少年、デンジムチのお味は？私たちスメラギグループに歯向かうなんて、おばけちゃんね。目的はうちの電脳アイドルモルフォちゃんのデリット。いや、抹殺ってところかしら。今や企業の広告塔の枠を超えて大勢の人たちに愛される国民的バーチャルアイドル、サイバーディーバーモルフォ。私も大好き。新曲は速攻ダウンロードしてるわ。だけど残念、モルフォちゃんは今頃輸送列車の中よ。絶望した。フェザーの目論みなんて全部お見通しってわけ。これは尋問なんかじゃないの。あなたみたいな可愛い子をいたぶりたかっただけ。つまりは趣味。さあ少年、いい声で泣いてプリーズ。そうか、ターゲットはもうここにはいないか。無傷？高圧電流を流したデンジムチなのよ。なんで平然としていられるの？僕に電撃は効かない。この雷光、まさかセブンス。死にたくないな。そこでおとなしくしていてください。雷撃のセブンス、まさかあなたガンボルト。さようなら変態のおじさん、情報提供感謝するよ。はっ、ガンボルト。まさか。コードネーム GV、 ガンボルトよりシープ3、回線開いて。こちらシープ3、無事だったのね、ガンボルト。ええ、チームに情報の修正を。ターゲットサイバーディーバはこれから施設を脱出。ミッションを継続してターゲットを追いかけます。ちょっと本気？罠の可能性だって低くないのよ。こちらシープ3だ。了解した。 GV はそのままミッションを継続。シープ3は情報をキャッチ次第こちらへ連絡を回してくれ。わかったわ GV。無茶もほどほどにね。シープ2も目標を変更、 GV のサポートを頼む。ヘイヘイ、こちらシープ2、聞こえてるぜ。ま、いつも通りってことで。シープ2からガンボルトへ、命は大事にしな。そうすりゃ一生使えんぜ。了解、善処するよ。善処するって、本当に分かってんのかね。これよりサイバーディーバ抹殺ミッションを再開する。グッドラック。捕獲した少年が脱走したわ。すぐにエレベーターの電源を落としなさい。操作は忘れていないか。今のうちに確認しておくといい。バツボタンでジャンプ。雷撃輪を使っていないときは敵の攻撃を自動回避。カゲロウが発動。体力に不安があるときは攻撃を止めろ。カゲロウといえど永久にダメージを無効化し続けるわけではない。エレベーターが作動していない。送電を止められたのか。この装置から直接電気を送り込めばエレベーターは動きそうだな。まずは装置にショットを当ててロックオンしてから、雷撃輪で電気を送り込めばエレベーターを動かせるはず。ジブリ、ターゲットの所在が分かったわ。その施設に停車しているスメラギの専用列車にターゲットが接近。ところでジブリ、 EP エネルギーの残量には気をつけているか。お前のセブンス、雷撃のエネルギー、それが EP エネルギーだ。EP エネルギーは時間とともに自然回復するが、下キーを2回押せば即座にマックスまでチャージできる。ただし EP がゼロ、オーバーヒート状態の時は
EP が自然回復しきるまでチャージできなくなってしまう。シュ、EP エネルギーが減ってきたら使い切る前に下キーを2回だ。忠告感謝するよ、アシモフ。脱走した少年が最上階に現れました。あのシャッターなら閉じる前にダッシュで走り抜けられる。雷撃輪を当て続ければ破壊できる。こちらシープス2、もう一つ情報だ。カゲロウは装備のペンダントを外すと使えなくなるぜ。気をつけな。アシモフ、どういう仕組みなのか。破壊すればエリアクリアよ。了解。うまく列車から落ちんじゃねえぞ、ジブイ。ま、お前なら落ちても案外ピンピンしてるのかもしれねえからよ。僕は何だと思ってる。あれがテロリストを頑張る。まだ子供じゃない。後方より複数のレーダー反応。最終世代戦車みたいな。敵を捕捕。いいよ、無人型の第9世代戦士には共通する弱点がある。胸部に大ダメージが入ると非常冷却が働いてコアが上部に押し出される。そのコアを攻撃すれば。撃破完了。たった子供一人にマンティスがやられるなんて。予備があと1機あるはずだ。前の車両へ発進準備の通信を入れろ。やっぱプログラムコアを破壊したらもうモルフォちゃん見れなくなるんだろうな。あれ、モルフォちゃん結構気に入ってたんだよな。大人っぽいところだった。まさか彼女の歌が能力者をあぶり出す。そうなんだ。サイバーディーバル、この国の人々の心の拠り所だとして、あの妖精により多くの同胞たちがスメラギに捕らえられ今も苦しんでいる。バカって言って、任務主張を挟むことバカじゃねえさ。マンティス、出るぞ。最後の一機だ。ぶちかましてやれ。ずいぶんと派手なお出迎えだな。マンティスの高出力複射式増幅工法、この威力は折り紙付きだ。さっきと違って足場がない。こっちの攻撃が多いけど問題はない。ほとばしアームドブルー、我が敵を貫き滅ぼせ。思っていたほどじゃなかったかな。クソガンボルト化け物め、このままじゃと。この車両にサイバーディーバー、モルフォのプログラムコアが。これは、これが
オルファ、そんな、これ…あなた…あなたは研究所の人じゃないの？この声は…テレパシー？君がモルフォなのか？私はこの子の思いが具現化したモルフォという名の幻。あなたプロダクションの人間じゃないんでしょ？お願い、この子を、私をここから連れ出してくれない？こちら GV、 ターゲットと接触しました。再度情報の修正を。サイバーディーバはプログラムデータなんかじゃない、小さな女の子のセブンスです。何ですって？少女に敵対意志はなし。スメラギに拘束されているものと思われます。スメラギの奴ら、えげつねえことしやがるぜ。これよりミッション内容を変更。彼女を救助。いや、変更はしない。その子を抹殺しろ、GV。ハシモフ。すぐにスメラギの増援が来る。君は罠かもしれない少女を抱えたまま戦うつもりか？仮に無事に済んだとして、その後はどうする？フェザーに、武装組織に彼女の居場所があるのか？それは…それなら私を殺してください。もうあの人たちのための歌は、みんなを苦しめる歌は歌いたくない。だからいっそ私を殺してください。この子はあの頃の僕と同じだ。アシモフに助けてもらったあの頃の、迷うことはない。簡単に命を投げ出すな。君が自由を望むのなら、僕が力を貸す。僕は君を助けたい。君の本当の願いは何？私は外の世界で私の歌を歌いたい。 OK、 それが君の願いなんだね。アシモフ、僕はフェザーを抜ける。かつてあなたが僕に自由をくれたように、今度は僕が彼女の力になる。それがお前の選んだ自由か、ガンボルト。ええ、了解だ。組織に規律を乱す者は不要。これよりコードネーム GV をフェザーから除名する。ちょっと二人とも何を言ってるの？そうだぜ、二人ともどうかしてるんじゃねえか？いいんだ、モニカさん。ジーノ、今までありがとう。スメラギの増援部隊は我々フェザーに任せてもらおう。今の君は我々フェザーとは関係のない一般市民だ。戦いに巻き込むわけにはいかん。グッドラック。ありがとう、アシモフ。羽？あなたは天使？僕は GV、ガンボルト。君の名前は？私はシアンです。これが私と GV の出会いでした。私はきっと生涯忘れることはないでしょう。私に自由をくれた青の翼のことを。たとえその自由が束の間のものだったとしても。
こちら GV、フェザーへ。任務完了しました。お疲れ様、GV。ねえ、結局のところ、あなたが受ける依頼ってほとんどうちからのものなんだし、またフェザーに帰ってくる気はないの？フェザーからの依頼は身入りがいいから受けているだけですよ。あの時アシモフが言った通りです。フェザーにシアンの居場所はない。彼女には家族が必要だと思うんです。僕にとってのアシモフやモニカさんたちがそうだったみたいに。だから今は彼女についていてあげたいと思います。はぁ、分かったわ。ごちそうさま。シアンちゃんによろしくね。ごちそうさまって、別にそういうわけじゃ。さて、家に戻ったけど、まずはシアンに挨拶かな。おかえりなさい、GV。お仕事お疲れ様。本当は私も何かできたらいいんだけど。シアンは十分に僕の力になってくれているさ。こうやって君と話をしてからミッションに行くと、ミッションで倒れた時にモルフォの歌が聞こえてくることがある。そんな時は僕はもう一度立ち上がって戦うことができるんだ。 GV私たちはいつも GV のことを思っているから、それがあなたに伝わっているのかもね。もうモルフは引っ込んでて。はいはい、じゃあまたね、 GV。 そうだ、 GV、 セーブまだしてないでしょ。このゲームはオートセーブじゃないから、こまめにセーブしなきゃダメだよ。了解。セーブはメニューを開いて行うんだったな。また私と話したくなったらメニューからトークルームを選んでね。諜報班からの情報によると、スメラギの第三海底基地に多数の物資が搬入されているらしいの。搬入されている物資の内容や、その基地には潜水艦用のドックがあることから見て、どうも大型の武装潜水艦を建造しているのではないかと言われているわ。なるほど、つまり調査依頼ですか。ええ、それでもし武装潜水艦が存在しているようなら。破壊ですね。わかりました。その任務引き受けます。ありがとう。話が早くて助かるわ。ずいぶんあっさり潜入できましたね。敵、潜入に気づかれていたか。Yeah.
いているの。バリケードマシンね。触れるとダメージを受けるわ。タイミングを見計らってジャンプ。何が起こったの？待っていたぞガンボルト。敵にいる夏の虫。いや、水にいる。戦闘部隊出。基地内の空間がにじまわっているようにな。さしずワームホールのセブンスか。セブンスか。ゲートモノリスは破壊して先に進んで。情報によると、ここが潜水艦のドック。潜水艦は見当たらないわ。
ゲートモノですね。その先は海底トンネルにつながっているわ。なんだ、来ちゃったの。溺れ死んでてくれれば楽だったのに。ねえ、これってさ、もしかしなくても僕が戦わなきゃならない流れ？お前がここの司令官か。なんだよ、マジになんないで。はいはい、そうだよ、天才司令官メラク様ってのは僕のことね。帰ってネタゲしたいからサクッとやっちゃおうか。よっ、そんじゃまやりますか、ゆるゆるっとね。なんなのこいつ。ふざけているのか。あー、マジではないかな。だってさ、マジでやるのとか、僕って天才だからわざわざ自分で何かするとか嫌いなんだよね。そんな、おとなしくしていればいいわ。僕だってそうしたいよ。でも働かないと食べられないんだよね。現実的処遇は今回の作戦でさ、君を倒せば向こう3年くらいは有給くれる。デイジーレーザー、わざわざ考えたんだよ。寝とげの合間に適当に。しかも今回の作戦、僕のセブンズまで使ったのに。バカな部下のせいで。もっとパー、もういっちょ。なんで入っ、眠い。勝ったのね、GV。ええ、これから戻ります。GV 聞いたぜ。ノーゴーだったか。新しいダートカートリッジを手に入れたんだってな。当たり前だが、ダートは装備しなきゃ使えねえぜ。あとあれだ、素材。ミッションをクリアした時に素材アイテムを手に入れなかったか。素材アイテムがたくさん集まればショップで新しい装備アイテムを開発できるんだ。装備とショップどっちもメニューを開けば行えるぜ。お前に頼みてえのは、スメラギが管理してるとある倉庫の潜入調査だ。実はこの倉庫、出るんだとよ。出る？幽霊だよ。ま、噂だけどな。いつからフェザーはゴーストバスターになったんだい？無敵のアームドブルー様とゴースト、気になる対戦カードじゃあるが、そうじゃねえさ。他にもちょいと臭い話があって、事前に調べてみたんだが、この倉庫、地下にだだっ広い空間が広がってやがんのよ。もちろんオフィシャルには存在しないことになってるけどな。秘密の地下施設に幽霊か。いかにもって感じだね。ま、幽霊かどうかはともかく、何が出るかわかんねえ。それも含めてお前にはその地下の空間を調査してほしいってわけさ。
飛ばし、アームドブルーライトニングスピア、うわ、ただの倉庫にしては随分な警備。その部屋から地下に行けるはずだ。ちょっと待ってな、ポチッとな。いや、事前調査の時にちょっと爆弾をな。さーて GV、 その穴から地下の空間へ降りられるはずだ。警備の連中が集まってくる前に飛び、もっと穏便な方法はなかったの？いいだろ、手っ取り早くて。OK、 無事潜入で。真っ暗だね、電気が来ていないみたいだ。近くにランプみてえなものは見や、そいつは非常電源の管理層、その装置にお前の雷撃をちょちょいっとな。ビームシールドには気をつけろよ、ブレーキ。どうも警備メカがうろちょろしてるみてえだな。雷撃で照らせんだろ、便利だよなお前って。一家に一台ガンボルト、ジーノが好きなレトロゲームみたいだね。俺はやっぱ一作目が一番好きだったな。セキュリティに感知されてしまったようだな。ジム、大丈夫か？あの時の爆破のせいじゃないか。それだけ憎まれ口が叩けるなら余裕ってことだな。ま、お前のことだから元から心配なんてし、ゲートモノリスがあるな。破壊して先に進もうぜ。ああ、ジーノってそんなに新人深かった？いや、単なるノリだよ、ノリ。どうも床が荒れてるみたいだ。鋭いトゲみたいになってる場所が。大丈夫か？足を取られないようになるべく慎重に進んでくれ。そいつはプラズマリフターだな。
電気エネルギーを動力にして進む乗り物だ。ということは大激流を使えば。どこかに非常電源があるかもしれないな。見落とさねえよう注意しとけよ。実験をすりゃゾンビなんてものが出来上がるのか。これはこんな場所に宝石が視野に上げれば喜ぶかもしれない。僕はガンボルト、何でも屋みたいなものです。私スメラギの人たちに捕まってでも気づいたら誰もいなくなってて、とにかくここから脱出しましょう。この奥に外に出られそうな通路が、でもゲートモノリスが邪魔していて。
わかりました。あなたはここで待っていてください。これかとっとと壊してやろうぜ。あ、この場所は。頭が痛い。大丈夫ですか？そうよ。この先の部屋は。待って。彼女はゴーストにでも取り憑かれちまったのか。思い出した。私はおい、GV、こりゃ一体。敵だ。通信切るよ。おい。やっと出られた。ちょっとあんた、何記憶なくしちゃってんのよ。ああ、ごめんなさい。その姿。スメラギの能力者か。そう、私は、いえ、私たちはエリーゼ。私は使えないその子に代わってあいつらの言いなりになるよう作られた別人格。すみません。ここにいた他の人間はどうしたんだ？あら、途中で見なかったかしら。連中の慣れの果て、ゾンビ。絶対の死すら覆すこの力。スメラギも欲しがるわけよね。だから叶えてあげたの、あいつらの願いを。ああいう形でね。さあ、坊やも一度殺して、私のおもちゃにしてあげるわ。やめろ！無駄に争う気はない！私はただ、この力を使いたいだけ。飛ばして！アームドブルー！ライトニングスフィア！だってそれが、私が作られたいいの。あっ、なぜ無駄よ、その子は私。飛ばして、アームドブルーライトニングスフィア。その子はとっても弱いの。リダラクション、言ってて。無駄だって私たちは命を操る能力者。私が死ぬ、この子が私を生き返る。この子が死んでも私が。ダレクション、起きなさい。残念。ダレクション、見つかって。こっちを見なさい。くらいなさい。
やめろ、無駄に争う気はない。ほとばし、アームドブルー、ライトニングスピア。私はただこの力を使いたいだけ。だってそれが私が作られたください。食らいなさい。すみません。あなたもなぜ。飛ばし、アームドブルー、ライトニングスピア。無駄よ、その子は私の言いなり。その子はね、とっても弱いと。自分じゃ何にもできない。だから私が代わりに。ダレクション、起きなさい。無駄。だって私たちは命を操る能力。ダレクション、起きなさい。残念。ごめんなさい。ダレクション、起きなさい。やるわよ。ダレクション、起きなさい。ダレクション、起きなさい。やるわよ。ごめんなさい。これで楽に。こちら GV、 ジーノ、応答して。おいおい GV、 さっきはなんだよ、いきなり通信を切りやがって。無事なんだな。ああ、詳しい説明は帰ってからするよ。GV、 クエストを受けているか。普段のミッションに特殊な条件を付け加えるのがクエストだ。クエストは同時に3つまでしか受けることができないが、受けるのは無料、達成すれば報酬が出る。失敗したからといって特に罰則があるわけではない。クエストはメニュー内のクエストリストから受けることができる。ミッションをクリアするたびに追加されるため、チェックしてみるといい。以上だ。グッドライン。